これは尿から書き始めるんです、先に、はいね、いつもは尿は最後に書きましたけど、これは先に書きます。さあ、どう書けばかっこよくなるんでしたっけ、変と作りのルールの時は。あれあ、いいですよ、一回書いてください。また思い出します、後で。うん、縦、縦。そうですね、走るっていう字ですね。そう、1、2、3ですね、そこも。うん、上手にまとめてますけど、やっぱりもっともっとかっこよく書きたいです。右上がりです、字は。で、ここ2対1、あ、ね、変でやりましたよね。で、これ縦線まっすぐ書いてこうで、これも小さく空中で1、2、3で、もう簡単なんです。ここが2ですよね。ここに収めるように字を書くんです。で、それもったいないですよね、ちょっと出ましたよね。でもこれが分かってるので先に書けるから、この辺からこう書けば、で、空間も自分で滑れるんですよ、大きさを作れるんですね。やっとけば書きやすいんです、比較的。スマートに書きましょう、スマートに。はい、はい、はい、2対1、右上がり、ストップ、そう、右揃えですね。はい、じゃあ小さく1、2、1、2、3、はい、はい、空間潰してくださいよ、下も。はい、比較的言ったから合わせやすいっちゃ合わせやすいんですね。うん、まだまだでも全体のとしてのバランスが、1、2、3の2が結構横に行ってますよね。下に行きたいんです、下に。はい、はい、1、下に、下に、そう。で、それをもとにそこに合わせて空間詰めるように。これは、うん、これ縦が先なんです、縦が。はい、なんとなくでも気づきましたよね、今書く前にね平成の生とかでね、書いてる時に。こんなんですね。そう、こう書いて、こう書いて、こう。こうですね。こう書いて、こう。で、はず。ああ、そうか。わさびってすごいな。はい。あ、これね、ちょこんと貼って、はい。はい、そうですね、やっぱこれどうですか、この隙間、この隙間、こう書いて、こうですね。で、ここから1、2、3作ります。で、次のこの空間なくしたいですから、比較的長さも考えながら結構詰めます。で、こう書いて、こう、これも2で収めるからだいたいこの辺ですよね。で、こうするとこの辺空間がなくなりました。で、引き締まり感ができますので、あ、はい、そうか、うん、うん、いいんです。各位置だけなんですね。いいですね。
1、2、3、いいですよ。さあ結構長く、はい、結構長くしとかないと空間が空いちゃいます。はい、もったいないですね。この払いがもったいないですね。この払いがもっと上ですよ、もっと上ですよ。払うの、払う位置、そう、そこですよ。そこちょっと書いてみてください。そこですよ。足が長くなりますね、そこに書いてただけでね。見てください、ここ、はい、一応ここで収めてますよね。そうしないとこの羽とこの払いがうるさくなりますなっちゃいますよね。だからかなりコンパクトに書かないといけないんで難しいですよ、この字は難しい。まあ画数が多い分結構ごまかしきますから、慣れれば難しくはないんですけどね。多分慣れない方はかなり難しい字かなと思います。どっちかというとこっちの字の方が画数少ないから難しいですからね。起きるの方が画数が多い字の方がごまかしやすいんですね。なんか結構画数多いから嫌だっていう方いらっしゃいますけど、画数が多い字の方がうまく見せれます。慣れてしまえば画数の少ない字の方が難しいですよね。うん、この漢数字の1なんかとか難しいんですね、よく見るとね。まあこの女とかでそうですよね。画数が少ない字っていうのは結構難しいんです。うん、ごまかせないですから、もう隙がないですから、どこにも。画数多かったらねごまかせますからね。はい、